クンストカメラは、ロシア、サンクトペテルブルクにある博物館。ロシア史上、最初に創設された博物館とみられる。1714年に、ロシア帝国の皇帝ョを取る一世により作られ、鉱物や医療用の薬剤、古戦のコレクションが保存され、動物学資料館や地球儀、天体儀が置かれた。現在は、国立の人類学、民族学博物館となっている。 なお、クンストカメラという名称は、ドイツ語のカンストキャンマーが由来である。1714年、ピョートル一世によって、図書、自然科学系博物学コレクションを収蔵する部屋が、夏区内に創設された。クンストカメラは、自然と人間による珍気かつ気候なものを、収集、所蔵する目的で創設された。1716年、ピョートル一世は、鉱物展示室を作り、 ダンチヒのイ思、ゴットバルドから購入した1,195種の鉱石コレクションを展示した。クンストカメラには、ロシア産の鉱石も収集されるようになり、コレクションは充実していった。こうして増加したコレクションは、1719年から一般に公開されるようになった。この意味において、モスクワに現在あるフェルスマン鉱物博物館の先駆けをなした。 後に収蔵品が増えたため専用の建物がサンクトペテルブルク、ワシリエフスキー等のネバガーカ藩に建設された。このバロック様式に属する建物は1727年に完成した。川の対岸には東急や旧海軍省がある。クンストカメラは歴代の皇帝の個人的なコレクションの集積場となった。クンストカメラの所蔵品の中で最も有名なものは 人間や動物の胎児の標本である。ピョートル一世は、この各種大きさ取り混ぜた標本を、オランダの解剖学者、フレデリックルイシュと薬理学者のアルベルトス・セイバから、購入した。最もグロデスクな所蔵品は、大抵の妻、エカジェリーナ一世の愛人であったウィレム・モンスと、彼の妹アンナ・モンスの頭部をアルコール付けにした、標本である。1830年代になって、 クンストカメラ本館にあった収蔵品が増加したため各地に帝国博物館が設立されこれに分散、所蔵された。現在、クンストカメラは正式名称を人類学、民族学博物館として所蔵品200万種類を誇る。また、1903年からピョートル大帝クンストカメラと大帝の名称を冠している。ありがとうございます。